ざ。あ、どう、急に晴れだな。初めて見るかも、朝を。見たことない。あ、子供はいない。友達です。毛が抜けてる。ママ泣くやつ。猫ちゃんもいた。ね、猫ちゃん、白猫ちゃん。猫もいんのか。海軍の船が止まってるんだけど、中身は今日見学会なの。そこに護衛艦が止まってるんだけど、今日3時までね、中に入れるの。あそこだって護衛艦止まってるんだって。何どこよ。あー、あの中に入れるんだって。あれって何？ね、防衛艦、あれ、国土じゃん。消えた？うん。いいね。ほら。あ、あれか。グレーの。行ってみるか、じゃあ。今何時？入りたけど、あんたどこの中さ入ると思ったら、この中さ入れたけど。こんなわけ入れねえよ。パーン。ここの中に入れないんだよ。え、なんか。え、なんか行った。あ、ちょっと見たい。ん？猫？あ、そこに猫いた。かぶれるようにして。青森も暑いのね。先まで雨降ってたもんね。昨日、一昨日なんか36度だよ。そう、もうじゃじゃ。顔がまだですって言ってました、見えたら。熱風だったもんね。どう？わさお。かわいいね。わさが来たよ。あ、わさ来た、わさ。ほら。わさ来たよ、ほら。静かだね、つばきちゃん。うん、つばきちゃんだよ。もうね、10年経ったから65歳。うん、あっという間に10年経っちゃったね。そう通るよ、ほら。こっちにも猫ちゃんいる。ほんとだ。かわいい。おう、カモメも飛んでる。ごめん、ここ閉めちゃうけど、いい？猫ちゃんなんか40匹ぐらいいるんだよ。おお。年に1回しか来ない。あ、そう、行くよ、じゃあ。行ってみよう。うん。歩いてくる。またおにさよならして。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。扇風機なさ。暑いもんね。車。すごい。ペンギンがなんか。南極のコリだって触ってみれって。なんでここにピースしてんだよ。あ、船があるな。うわ、自衛隊の船だよ、これ。すごい。え？目落としていい？ダメだよ。投げんなよ。投げんなよ。ゆっくり行け、ゆっくり。すごい、上まで行けると。すごいね。ゆっくり、大丈夫。あんまり、強すぎて、破けちゃったり。ちょっと緊張してるんだね。こちら、カズリスカットマヨシンタイプ。今度の高砂節で記念写真撮り。すごい。わぁ、すごいな。はい、チーズ。はいよ。で、次レミ。待って、ビー炎鏡。ビー炎鏡？うん。病炎鏡じゃない。わぁ。あと、会場自衛隊に入るんだよ。ね、次、レミ見える。待って。ほら、あなたも。見えた。はい、もう終わりだよ。次の人は。うん、はいはい。待ってみようかな。上で回ってる。なんか数字書いてある。その線が、これ、防波堤。港の形。ああ。
で今海に何もないので、もういいんだよ。もういいってね。海見もう見たでや。待ってるからほら、ほら。うん、写真撮るか。こっち撮ってもいいよ。これで司令官。僕見えてる。パパの鼻が見えてる。パパ見えてるかもしれない。指令室。さあ、次に進まないと、もう3時になっちゃうよ。見えてる、ちゃんと。見えてる。何見えてる？今、ネミの手。もうすぐくだらないことはいいので。まだやったの？写真持って。どうぞ。こんにちは。右の椅子が地面で一番偉い管理長の専用地で、左の赤い椅子が司令官です。この2人しか座れない。ここに大体10人ぐらいが仕事してますけども、2人しか座れない。今日どうぞ、個人に座っていいんじゃないの？もうそんなのもなんない今。せっかくなんで発車するとどうする？発車しちゃったらどうする？これどこに行くんだろうな。どこに向かいますか？船長、船長が見ている景色ですね。船長どこ行きます？え、どこに行きますか？東京パン。さあ、自衛隊の船で東京。次の方、はい、次の方。よし、あと終わり。ああ、言ってたな、あんまり言えない。うん、ハンドルだけね。こっちやるとさ、進めばどうすんなの？笑い事じゃねえぞ。どうぞ、に座って、あの、大きいね、船。あの、自衛隊の、あれわかる？ほら、前、演奏見に行ったじゃん。自衛隊の演奏。海上自衛隊の船。はい。日本海。岩木さんも見えてきたよ。ほら。ほら、本当晴れてきたの。あ、岩木さんも見えてきた。スキー場見えてきたじゃん。この間スキー行ったのはあそこなんだよ。折り口、折り口っていうか、ね、お願いします。チュッチュッいい体験だったな。ゆっくりゆっくり、チーな、ね、この出口見えてきたよ。写真よかったら写真撮ってください。いいね。よかったら、奥さんも見といて。なんかさ、あまりのアスパムでもなかった。いや、わかんない。ないでしょ。自衛隊に入るしかない。これ、お母さん来てもらって、出してあげてもらっていいですか？はい。あ、いいなぁ。あ、そう。あ、いいですね。これは普通に来ていただいて。かっけえな。おお、かっこいいな。おお、かわいいじゃん。かっこいいぞ。決まり。かっこいいよね。かっこいい。14人で。はい、写真じゃあ撮りますよ。はい、行きます。はい、チーズ。いや、もうちょっと、はい、ありがとうございました。よかったな。海上自衛隊、これ保育ですね、海上自衛隊って。待ってますよ、待ってますよ。目標できたんじゃないですかね。あ、何もらった？ああ、よかったよかった。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい。行くよ。ああ、なんだ。うん。その辺さ、行って、写真もう一回。はい、チーズ。
今よかったですね。あの4302って前に書いてあるんですけど、はい、あれが巣の番号なんですよ。あ、はい、あの前で撮った方がいいと思います。あ、はい、分かりました。じゃああの前で、あの4302の前で一番良かったね、お前。あの階段ずっとね、イケメンな方に。いや、私もタコされてるから。あ、タコされてるんだ。うん。しかも冗談でも喋んだそれ。あ、4300こう。どう取りゃいいんだこれ。あ、え？入ってるけど、まあ、あ、ちょっと待って。名前が取る。はい、チーズ。うん、もう一回いくよ。はい、チーズ。あー、ちょっと透明で、この筋メインだから。はい、チーズ。いや、チナどうだった、抱っこされて。ずっと階段、最後のあの急な階段、危険だからってことでね。素晴らしい青年ですね。どうでした、どうでした、恥ずかしいのか照れてんだろお前、ね、初めてはああいうことされただろ、ね、なあ。いや、結構大きいんだな。でかいよ、見た感じとまた違う。え、去年のこの車にワサみたいなの積んでた。え、ワサ来た、ワサ来た、あら、あ、ワサ来た、あ、ちょっと待って、あら、わさ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 ねえね、ワサオに2回あった感じじゃん、なんか。あ、娘ね、娘留守なっちゃった。なんでないの。いい体験できたんじゃないですか。あ、すごいね。ね、あの、ほら、海上自衛隊の船、これどう、もう一回見てみん、ほら、目に焼き付けときなさい。写真撮るんじゃないの。ほら、ああ、わさおどさらっと食べらしい、わさおどさぶとでも、いや、一緒に写真撮ってるし自衛隊とわさお、わさおすごい、めっちゃ可愛い。え、わさおすごい、お前、若い青年に触られただろ、ああ触れ合っただろ、もう十分だろお前。バーン。いや、あの有名なワサオに二度会って、ね、ね、でこの船ね、どうでした、ワサオとこの船。まあいいや、行きましょう。